コンテストがあるところか。お、来たぞ。お、あ、ミルクみたいな。ミックル、何だっけな、ミルクル。よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったらミミロルちゃんどこまで逃げてたか。ミミロルちゃん、モンスターボールに戻ってね。お、怖い。私ミミ、スーパーコンセッションの審査員してます。はい、お礼したいからコンセスト会場に来てね。ね、コンテストちゃんと言ってくれ。コンセスト空気はめっちゃ抜けよって。コンセスト言えない。やだ、逃げる。 あれママじゃない。あれママ え、彩香さんの知り合い。ママ、なんでこんなとこいるの。さあ、どうかな。しかもスリッパで本当に。スリッパにエプロンつけてきたよ。家からまあまあな距離よ。マキとスーパーコンテストショーの話、毎回びっくりマークつけないかんとかね。スーパーコンテストショーびっくりマークのこと話したこととかないもんね。それより、あなたたち知り合いなの。そうだった、さっきの俺、このシールもらってね。プリティシール C1 枚を手に入れた。1枚かで、コンテストに出るときそのシールをポケモンのボールカプセルに続けてあげるといい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたもショーに参加してみてね。練習も参加できるから。じゃあ彩子さん、失礼いたします。ママ彩子って言うんだね。驚いた、マキ。驚いた驚いた。俺も普通に驚いた。ママ退屈でヨスガに遊びに来たらあなたがいるんだもの。いや、スリッパとエプロンつけてヨスガに来んなよ。退屈で、ね、こっちが、いやこっちやこっちが驚いちゃった、うん、こっちが驚いたね。スリッパで来ちゃった。何何じゃない、何じゃない。だからなんでエプロンとスリッパで来てんの。何かせめて靴で履き直しておいでよ。ママちょっと一緒にいたら恥ずかしいわ。なに。私コンテストにはこれで出るの。スーパーコンテストに出るの。出ようと思ってたんだけど。さすが私の子。でもママといると恥ずかしいな。なに。ポケモンの大舞台なのにあなたがいつも通りじゃダメよ。いや、ママこそいつも部屋のいつも通りの格好で来ちゃダメよ。これを着ておしゃれしなさい。いや、ママが着なさい。ドレスをもらった。いや、ママママじゃあ靴をあげる。ママに靴をあげよう。ママに靴をあげよう。とりあえずエプロンはまだいい。きっと似合うわよ。だってママが選んだんだもの。スリッパで外で歩く人が選んだもの。あれスリッパじゃないかもしれない。スリッポンかもしれない。あ、どうなのかな。それっぽい。でもかかと完全に見えてるもんな。じゃあショー楽しんでね。うん、分かった。ショーではあなたのポケモンいつもと違った魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね。早く帰った方がいい。家の感覚やもん。